韓国の、ともに民主党と政府、青瓦大が来る23日頃、日本の輸出規制の状況点検及び対策委員会を次会議を開き、日本の輸出規制に対する政府対応を中間点検する時間を持つ。11日、民主党関係者によると与党政府青瓦大は今回の会議を控えて、案件や報告事項、 出席者などについて調整中だ。素材部品装備人材発展特別委員会の委員長のチョンセギュン元国会議長が主催する。与党政府青瓦大は今回の会議で日本の韓国への輸出規制に対する政府の対応を検討し、今後の対策を練る予定だ。